逃げる。あの声、なんだか泣いてるみたい。死ぬこともできず、未来永劫をさまよい続ける。哀れですわね。なぜあのような姿に。聖女、この辺りで一旦陣を敷いては。ああ、そうだな。兄者、なんか覇気がないな。どうかしたのか。いや、そのことはお前たちに任せる。警戒は怠るな。ああ。ここは何の部屋でしょうか。ハクオロさん、どうしたんですか。知っている。え、私はここを知っている。私は君の名前は。参ったな。もしかして言葉が通じないのか。あ、さん、ロウさん、ハクオロさん。ハクオロさん、どうしたんですか。急にぼーっとしたりして。いや、なんでもないんだ。そうですか。今のは一体。ハクオロさん、本当になんでもないんですか。具合悪そうです。具合悪いですか。ああ、いや、大丈夫だよ。少し疲れただけだ。すまないけど、水を一杯くれないか。あ、はい。どうぞ。ん？ですから、さっき水が欲しいって。水？お？そうだったな。ありがとう。誰なんだ、今のは。確かどこかで。どこかで。ハルル、あんまり変なところ触っちゃダメったら。
俺は。立体映像。立体映像か。彼。彼。彼が何者か。彼が何者かはわからない。私たちがアイスマンと名付けた彼の正体は依然謎のままである。アイスマン。お目覚めかね、アイスマン。食事の時間です。ありがとう。35105。はい。そのまだ何か。そんなにじっと見られると食べづらいんだけど。すみません。あの、何か用事ないかと思って。用事？いや、特にこれといって。そうですか。ごきげんよう。今日もこんな姿で失礼するよ。さて、気分はどうだね。何か思い出したかね。いえ、すみません、水島さん。そうか。その仮面のことだけでも思い出してくれれば助かるんだが。いやいや、別に君自身の記憶はどうでもいいなどと言ってるわけではないんだ。どうも、学者として興味が尽きなくてね。これがですか。ところで35105、その子は役立っているかね。逆に迷惑はかけていないかね。迷惑なんてとんでもない。おかげで助かってます。しかし、なんで名前が番号なんですか。呼びにくいんですけどね。それは仕方のないことだ。デコイには人の名前は付けられない。そういう決まりなのだからね。嫌な決まりですね。気に食わないかもしれないが目をつむってくれ。決まりごとにはそれなりの理由があるのだから。まあ、納得できない気持ちは分からなくもない。そうだ、よかったらその子に名前をつけてやってくれないか。え？私がその名を呼ぶことはできないが、君がそう呼ぶのなら構わないだろう。名前？では私はこれで。素敵な名前を頼むよ。名前ねえ、どんな名前がいい？え、あの、でも名前なんかいらないか。この名前、博士がつけてくれた名前だから。そうか。そうだ。それなら、その番号にちなんだ名前ならどうだ。うん？名前と番号が同じ意味なら、例えば、そうだな、35105。
3510。3510。と。35と。ダメだな。三五、三こ、三こ、三こと、三こと。そうだ。三ことなんてどうだ。いい名前だと思うけど。みこと。ダメか。そんなことないです。とてもとても嬉しいです。みこと。誰だ？巫女か？うん？変だな。誰もいない。誰かの声がしたと思ったんだが。なんだ？頭の中に声が。誰だ？姿を見せろ。13号。この声、自分を呼ぶのはお前なのか。もう少し声を下げてくれ。脳髄にまで響く。それで姿も見せずに何の用だ。名前？自分にも名前をつけろと言っているのか。番号の名前ということは、お前も巫女と同じ。しかし、いきなり声をかけてきて名前をつけろと言われてもな。せめて姿を見せるべきじゃないのか。動くことができないから来られない。動くことができないって一体。声からして女性みたいだが。分かった分かった。名付ければいいんだろう。63号だったな。63、63、む、む、み。よし、ムーミンに決定だ。我ながらナイスなネーミングだな。いだだだだだだ、ダメなのか。じゃあ6、6つ、6つ、3、象、6つ象。いだだだだだ、だからそれはやめろ。いや、6つ3み6つみ。むつみがいいのか。そうだな、確かに悪くない名前だ。
なんだこのノイズ音。スピーカーの故障か。まさか、むつみなのか。ありがとう。いや、何かあったのかね。この部屋に強制介入した者がいたらしいんだが。いや、特に何も。そうかね。まあ、確かに大したことではないのだがね。ありがとうか。ミコト。はい。役目とはいえ、一日中自分なんかと一緒で大変じゃないか。そんなことないです。とっても楽しいですよ。それに、それに、それに、ん、なんでもないです。なんだそりゃ。途中でやめられると気になるだろう。でも、なんだかとっても恥ずかしくて顔が熱くなるです。そうか。ん、むつみか。何か用か。遊べと言われてもな、もう遊ぶネタがないだろう。相手がそばにいなくてもできるゲームなんてあまり知らないからな。しりとり？もう何度もやっただろう。この間も一晩中付き合わされたんだ。しりとりはしばらく勘弁してくれ。オセロや将棋やチェスはそっちが強すぎて話にならんだろう。あの、そろそろ定期検診のお時間です。ん？ああ、そんな時間か。というわけだ。また後でな。はい。いや、なんでもない。だから、用事があると。あの、どうしたんですか？あ、やめろ！あの、私、何か…いや、ミコトのことじゃなくて。いい加減にしろ、ムツミ。そんな悪いことする子は嫌いだぞ。な、何も泣かなくても。泣くな。また今度相手をするから。遊ぶネタもその時までに考えておく。ああ、絶対だ。約束する。
父様。父様、大好き。今のは35105、まだかね。一つ聞いていいですか。む、じゃなくて、63号って誰です。どこでそれは。自分のことを父様と言ってたが、あれはどういう意味だったんだ。忘れたまえ。え、知ってはならないこともある。それが君のためだ。納得いかないだろうが、分かってくれると助かる。忘れろとはどういう意味だ、宇都宮。何も言ってはくれないのか。すぐにここから逃げなさい。え？先ほどの議会で君の再凍結が決定した。明朝、定期診断と偽り君は凍結される。次に目覚めるのは、いや、もう目覚めることはないかもしれない。なんだそれは。なぜそんなこと。一通りのデータ収集はしたが、君に対しての研究が終わったわけではない。その先の研究はまだ時間がかかると判断され、貴重なサンプルを保存しておく必要があるからだ。サンプル。まるで人をモルモットか何かのように。まさか最初からそのつもりで氷に閉じ込められていた自分を蘇生させたのは、助けたのではなく、ただ研究の素材として、それをあたかも命を救ったかのように騙していたのか。否定はしない。謝罪しようとも思わない。恨みたければ存分に恨んでくれ。これからしばらくの間、全てのセキュリティを無効化する。その間に地上へと逃げるといい。同時に廃棄処分が決まっていたデコイを全て解放する。その中に紛れ込めば監視の目をくらますことができるだろう。地上に出てしまえば探し出すのは難しくなるからね。なぜ今になって助けようとする。黙っていれば知られずに済んだものを。
人間の足を作るというのがどれだけ罪の意識に苛まれるか、わかるかね。神の真似事をし、作ったものを人間ではないと心の中でごまかして、その脳や像をもてあそぶ。だから、せめてもの罪滅ぼしというわけか。罪滅ぼしか。それならよかったんだがね。怖いからだよ。怖い？まあ、一番怖いのはね、それに慣れてしまうということ。それまではあんなに苦痛と感じていたというのに、徐々に罪の意識が麻痺していく。そしていつかはそのことに何も感じなくなるのだろう。それがたまらなく怖いんだよ。だがあんたはどうなる？そんなことをしたのがバレたらただでは済まないはずだ。ああ、私のことなら心配いらんよ。そう簡単にヘマはしないつもりだ。一緒に逃げないのか？地上へかね。なんと魅惑的な言葉だ。だが、私はただの人間だ。地上の環境には耐えられない。ひ弱な、どうしようもなくひ弱で愚かな生き物なのだよ。君の前に姿を現せなかったのもそのせいだ。映像だけで君の前に一度も立ったことがないこと、不快に思っただろう。だが、君にとっては何でもないバクテリアなどでも致命的になりうるのだ。皮肉なものだな。故郷である大地を求め、長い年月と多大な能力をかけて蘇生させたというのに、すでに私たちの肉体はこの温室のような環境でしか生きられなくなってしまっていた。大地に立つためには宇宙服並みの装備が必要なのだよ。土偶を知っているかい？あの変な服を着たようなあれだ。もしかしたら遥か太古にも同じようなことが起きて、ああして地上を歩いたという説を考えてみたが、どうかね。それに、誰かがここに残ってセキュリティを監視していなくてはならない。だから一緒には行けないのだ。その代わりといってはなんだが、一つだけ君に頼みがあるんだ。聞いてもらえないか？なんです？一緒に、その子も連れて行ってやってくれないか？博士、その子は君によく懐いている。君がいなくなった時、その孤独に耐えられない。ね、でも。お別れだ、35105。これからは自分のために好きなように生きるといい。でも、博士は…ミコトか。いい名前をつけてもらったな。
大丈夫だ。何の心配もいらない。それより元気でな。博士、アイスどうかお願いしたい。まさか。いや、わかった。この子は大切に預からせてもらう。ありがとう。感謝するよ。こっちも一つだけ頼みがある。63号を連れて行きたい。63号か。残念だが、それは無理だ。なぜなら、そんな番号は存在していないのだから。63はロストナンバー。廃棄された番号なのだよ。廃棄された？そんなはずはない。だったらあれは。おそらく君は存在しないものの思念と会話をしていたのだよ。ふざけないでくれ。そんなことを信じろと。こんな時に嘘を言って何になるね。言いたくはなかったが、その場には私も立ち会っていた。それと、地上までの道のり、途中にいくつかこちらからのセキュリティでは開けられない場所がある。その時は3510号に持たせたマスターキーを使用してくれ。君の声紋を登録しておいた。その鍵を持って君が声を出せば、どの扉も開くだろう。はい、これ博士から預かった。これが鍵？君には馴染みのない形をしていると思うがね、なくさないよう大切にしてほしい。さあ、もう時間がない。急ぎたまえ。行こう、ミコト。な。さよならだ、ミコト。私の可愛い娘。父様。